ブンブン、ハロー YouTube、 どうもマサルです。先日購入したドコモの最新スマホ Aquos R2 ですが、しばらく使って気になったポイントがありましたのでご紹介したいと思います。まずはデザインです。一見するとこの Aquos R2 デザインがとてもいいように見えるんですが、こちら背面、この背面のど真ん中にドコモのロゴが入っています。これはデザイン上とても良くないので、気になる方はこのような背面が透明のケースではなくて、背面がしっかり隠れるタイプのケースをつけることをお勧めします。そしてもう一つ気になったポイントが、これは自分だけかもしれませんが、ここ最近ドコモのスマートフォン使っていなかったので、とても気になっているのがこのユーザーインターフェースです。デフォルトで搭載されているユーザーインターフェースは、こちらのドコモ Live UX というユーザーインターフェースが搭載されています。このユーザーインターフェース、かなり使いづらくて、このように横方向にスクロールして、端まで来たらまた最初のページに戻るんですが、この辺は Android の仕様と違って少し使いづらく感じています。またそれだけではなくて、ここにいわゆる喋ってコンシャルというのが出ていて、これが操作をする上で非常に邪魔です。またデフォルトでこのようにホーム画面にいくつかのアプリが並んでいるんですが、ほとんどが使わないものばかりでごちゃごちゃした印象があります。特に使いづらいと感じたのがアプリ一覧画面です。アプリ一覧画面を表示するにはどうするかというと、まずこのホーム画面から下方向にスワイプします。そうするとこのようにアプリ一覧画面が出ます。では、ホーム画面から上方向にスワイプするとどうなるかということなんですが、今度はドコモのサービスが出てきます。この辺はとても使いづらいです。下にスワイプしたり、上にスワイプしたり、そしてアプリ一覧画面もかなり使いづらくなっていて、慣れない方がいきなりこのドコモの Live UX を使うとかなり戸惑うのではないかと思います。もちろんこのユーザーインターフェースは切り替えることもできます。設定画面を開いてホーム切り替えというところをタップします。続いてもう一度ホーム切り替え。そうするとここでホーム画面のユーザーインターフェースを切り替えることができます。一番 Android に近いのがこの2番目の Aquos Home というものです。そうするとこのように一般的な Android に近いユーザーインターフェースに切り替わります。ホーム画面で上から下にスワイプしても何も出てきませんし、逆に下から上にスワイプしたときはアプリ一覧画面が出てきて、この辺は一般的な Android 端末と同じユーザーインターフェースでとても使いやすいです。ただこの状態でもやはりシャベットコンシェルが出ていて、これはとても邪魔に感じます。そしてもう一つ気になった点が、この Aquos R2 最大の特徴でもあるカメラです。このカメラ、動画用のカメラと静止画用のカメラ、それぞれ専用設計されたレンズが搭載されているんですが、標準のカメラアプリで動画や写真を撮影する場合は、それぞれのカメラを切り替えて使うことができるんですが、サードパーティー製のカメラアプリ、そういったものでこの Aquos R2 でカメラを使う場合、写真用のカメラしか使うことができないようになります。ですので、せっかく動画用のカメラが搭載されているんですが、サードパーティー製アプリで写真や動画を撮影する場合、そういった場合ですと両方とも写真用のカメラを使うことになります。仕方ないことではありますが、この辺はとても残念に感じます。実際にカメラアプリを使うと次のようになります。では標準のカメラアプリを使って動画撮影する場合の画角、それからサードパーティー製のアプリを使う場合どうかということを比較したいと思います。まずは標準アプリを使用します。標準アプリで動画を撮影すると、このぐらいの画角になります。被写体からだいたい20センチぐらい離しているんですが、この雑誌がギリギリ入るか入らないかっていうところです。続いてはサードパーティー製のアプリであるオープンカメラを使って動画を撮影します。同じく距離を変えない状態で撮影します。
こちらは先ほどよりも画角が少し広くなった印象があります。本の端の方までしっかり入っているような感じです。こちらは Acos R2 の標準カメラアプリで撮影した動画になります。全体的に魚眼レンズで撮影したような周辺が歪んだ映像になっています。というよりもピントが合っていないのが気になります。Acos R2 の写真用のカメラレンズについては被写体に近くまで寄ってもピントが合うマクロ撮影に強いレンズになっていましたが、この動画用のレンズについては被写体に寄ってしまうとピントが合わないという欠点があるようです。一方、こちらはサードパーティー製のアプリであるオープンカメラを使って撮影した動画になります。この Acos R2 の使用でサードパーティー製のカメラアプリを使った場合、写真も動画も写真用のレンズを使うようになります。先ほどもご紹介しましたが、Acos R2 の写真用のレンズはマクロ撮影に強いため、写真用のレンズを使って動画を撮影するサードパーティー製のアプリの場合、ピントがしっかり合っています。また、こちらの場合ですと、周辺が歪んでいませんので、全体的に標準アプリで撮影したよりも、綺麗な映像が撮れています。シャープの発表によると、動画専用に設計されたレンズを搭載しているため、動画が綺麗に撮れるということを強く推していましたが、今回の結果から言うならば、被写体との距離が近い場合、標準アプリで動画撮影するよりも、サードパーティー製のアプリを使って動画を撮影した方が、綺麗な映像が撮れるようです。ということで、いかがだったでしょうか。購入早々、どちらかというと嫌なポイントが目立ってしまいましたが、今後もっと使って何か面白いポイントなどありましたら、別の動画でご紹介したいと思います。今回は以上です。グッドボタンとチャンネル登録、よろしくお願いします。